レッライド、アイライン、はい、ということで、今回はですね2016春アニメの、最終評価ですね、こちらの方をお届けしたいと思います。2クールものに関しては、外してますので、今回ねで最終回を迎えた作品、全25本なので、5本ずつご紹介で計5回にわたってお送りします。よろしくお願いします。はい、ということで、まず早速ですね、1本目、テラフォーマーズリベンジ、こちらの方からいきたいと思います。ストーリー2点、キャラクター2点、アニメーション2点の、総合2点という形にさせていただきました。まあ、中間の時にもね言ったかもしれないんですが、完全に実写映画のバーターとして作られた、まあ、バーターね、まあ、合わせみたい、付け合わせみたいなね感じで作られたイメージが強かった作品なんですけど、何でしょう、めちゃくちゃ、まあ、原作終わってないのもあるんですけど、ものすごく中途半端なところで終わっちゃいましたよね。火星の人たちはとりあえず北へ海へって言ってなんか移動するところで終わり、なんかね日本に実はそのテラフォーマーズたちが侵入してましたよっていう謎の示唆で終わり、キャラクターもねたくさん登場した割には、まあ一人一人の見せ場もそこまでなく、戦闘描写もそんなおっと目の引くようなものもなかったと、まあ非常に低調な作品ではあったんですけれども、まあ2点かな。ね、1期と2期でだいぶスタッフとかね制作会社もそう入れ替えしたんですが、入れ替えた意味もわからないですし、まあヤングジャンプ系ねアニメ基本的にはあんまりうまくいってないかなという印象です。はい、ではその次ですね、学生都市アスタリスク、こちらの方行きたいと思います。ストーリー 2.5 点、キャラクター 2.5 点、アニメーション 3.5 点、総合 2.5 点という形にさせていただきました。分割2期目ということで、まあ2クールにわたってね、見たわけですけれども、ストーリーですね、何でしょう、今回ねあのトーナメントがほとんどだったんですが、タッグ戦ということでね、2人で、まあ、組んで、まあ、お互いね2対2で、戦う試合だったんですが、どうもねあの戦闘描写が、どうしても1対1での描写ばっかりなんですよね。2対2で戦ってるのに連携が全くないと、で挙句決勝戦になるとその2体が合体して1対2になるというね、まあ非常に、力技で、まとめたという感じですが、まあそういうね戦闘の演出は良くなかったです、はっきり言って。ただアニメーション 3.5 点っていうのはその動きは良かったんですよ。あの戦闘のねあのジャンプしたりとかあの技出したりとかね、まあ、そういったところは良かったんで、まあ、そういった面では 3.5 点かなと。まあただ長々と見てきた中では、まあ正直あんまり引っかかるところはなかったかなと。でもうほんと最後の最後にこれからの展開をすっげーダイジェストでパパッと映したんですけど、ねえ続きやるんだったらダイジェスト映してほしいですが、ねえやらないのにダイジェストやられてもっていう気持ちにはなりました。はい、ではその次の作品いきたいと思います。僕のヒーローアカデミアですね、こちらの方いきたいと思います。ストーリー 2.5、 キャラクター3、アニメーション 3.5、総合3点という形にさせていただきました。まあこちらも分割が決まっていて、最終回の後に、まあ、続編制作決定してますということで、まあ全然ね出足は出足で終わってしまってるんですが、ストーリー 2.5 点っていうのはですね、まあ序盤の展開がとにかく遅かった。よく言えば丁寧、悪く言えば遅いね。ヒーローものなんで、戦ってなんぼなところがあるわけですよ。まあやっぱりねあのボンズっていう、まあアクションシーンねとかかなりね、うまい制作会社が作ってるわけで、アクションを見たいわけです、ヒーローものなんでね。ただそのアクションに至るまでの前置きが結構長かった。まあそれがね実にもったいないかなっていう気持ちになりました。まあ実際ねあのアクションが始まれば、見応えがあるね作品だとは思うんですが、キャラクター一つとってもね、まだまだ全然クラスメートの名前全員覚えきれないレベルですということでね、まあ分割を待ちたいかなというところですかね。はい、じゃあその次行きたいと思います。くまみここちらの方行きたいと思います。
ストーリー2、キャラクター 2.5、アニメーション3、総合 2.5 点という形にさせていただきました。ネットをちょこちょこ見てる方であれば、くまみこの、場外乱闘ね、結構一時期話題になりましたが、ありましたよね。原作者が、苦言を呈しちゃったりとかね、シリーズ構成の人が、削除して逃げてしまったりとか、まあそういった曰く付きの作品になってしまったんですが、まあそういった部分を除いてもストーリーはそんなに面白くなかったです。まあギャグアニメの割には、最後主人公が精神疾患、重度のね精神疾患に陥り、クマへの、完全なる依存体質になって終わるっていうね、まあそれがギャグなのか実際に重く見るのかね、まあその辺が大事なところかなと思いますが、キャラクターもね、なんかみんな優しくないんですよね。あまりいい気分にはならなかったですかね。まあということで、まあギャグアニメとしてかなり中途半端な印象が強い作品になってしまいました。はい、ではその次ですね、今回1本目の最後ですね、爆音、こちらの方いきたいと思います。ストーリー 2.5、 キャラクター3、アニメーション3、総合3点という形にさせていただきました。各ね日本のバイクメーカーが全てね、協賛して、かなりバイク人口減ってる中でこれが起爆剤になってね、バイク乗ってくれる人増えてくれればなという、まあ、意図があったのかもしれないですが、ごめんなさい、きっと増えないですね。まあ、なんといっても何ですか、かなり、スズキのバイクをディスる、まあ、スズキ菌って言ってね、なんか体内に S っていうエンブレムのついた菌が増殖するとスズキが大好きになる病気が出てきてしまったりとか、まあなんかね、そういうバイク好きからしたらスズキいじりっていうのは鉄板なのかもしれないですけど、バイク知らないね人から見るとなんかとてもなんかスズキいじめがひどいなっていうイメージにしかならなかったですね。まあそれプラス何でしょう、中途半端、まあギャグとしてはいいのかもしれないですけどね、バイクの良さ伝わんなかったんじゃないかな。バイク乗って楽しいな、バイク乗りたいなって思わないですもん。だって主人公がなんかちょっと故障してもみんなそれ無視して先に行っちゃうんですもん。バイク一緒にね走ってツーリング楽しいって気持ちになんないですよね。みんな冷たいんです、あの作品ね。誰かが故障してもみんな無視して先行くんです。まあそういう作品だったんでね、まあそうギャグの作風だな、バイクメーカーとねして合わないかなと、まあそういったところですかね。はい、ということでね、2016春アニメ最終評価その1をお送りしました。ありがとうございます。レッツライドアニダイン。